どうも、川中です。はじめに一つお願いがあります。今回の動画は、器具を正しく使わないと事故が起きるかもということを伝えたくて作りました。決して危ない部分だけを切り取ってネタにしたりしないようにしてください。それでは、どうぞ。よーし、栄えようかな。あっ、バスキングランプの表面は100度以上の高温になっています。やけどの原因になるので、うっかり触らないように注意しましょう。びっくりした拍子に肘でこうバーンってガラスを割っちゃったりする可能性もあります。あらかじめランプを作業の前には消しておくというのもいい方法ではないでしょうか。熱くなっているガラスは水をかけると割れます。バスキングランプも同じように水がかかると割れます。で、調べるために何個もランプに水をかけて試してみたのですが、普通のバスキングランプは少しひびが入ってでつかなくなる程度でした。ただこれも条件によっては破裂することがあるかもしれません。で、夜間用の高温になるタイプの、光があまり出ないタイプのランプは水をかけると破裂しました。で、破裂するとすごいボンっていう破裂音がするのでびっくりしますし、何よりも飛び散ったガラスの破片で人間とか、それから生体が怪我をする可能性があるかもしれません。霧吹きの時やメンテナンスの時にうっかりとランプに水をかけてしまわないように十分気をつけましょう。バスキングランプに触れると火傷します。爬虫類も同じです。軽い火傷から重い火傷までケースバイケースでしょうが、ひどい場合にはそれが原因で死んでしまうこともあります。バスキングランプは動物が触れないような位置にセットしましょう。こうなってしまうと、新聞紙やキッチンペーパー、乾いたヤシ殻といった床材は火がついてしまう可能性があります。またタオルやカーテンなどの布、これがバスキングランプに触れると、これも発火の原因になることが考えられます。そういったものに触れたり、ランプが落下しないようにバスキングランプはしっかりと固定しておきましょう。
皆さんは今回のテーマについてどう思われたでしょうか。他にもこういう注意点があるよとか、爬虫類あるあるとかがありましたら、よかったらコメント欄の方に書いてください。あとメーカーさん、商品無茶な使い方をしてごめんなさい。ではまた。